どんなところで戦うことになるかもしれない。お互いに居場所を確認し、同士打ちを防ぐためにもつけておこう。そいつはいい考えだ。鈴の音が聞こえる限り生きている証だな。お前はシルって人が帰れなくなったから、このクロスだけでも運んでやれってムー様に言われてきたのさ。で、シルはどうなったんだ。知らないよ。これを届けに来ちゃったから。これはシルの分だ。え、シルがここへ来たらこの鈴を渡してくれ。あいつは必ず生きてここへ来るはずだから。待ちかえたぞセイヤ。お前は暗黒ペガサス。何、あまり遅いので、おじけづいたのかと思ったぜ。運動無用！よくかわしたな。ぜー！暗黒流星拳！わっ！今度は決まったぜ。ブロンズクロスのペガサスとはこの程度か。ペガサス流星拳、暗黒流星拳。ゴールドクロスのウエスト、確かに返してもらったぞ。セイヤよ、俺との勝負に勝ったと思ったら大間違いだぞ。すぐにお前は死ぬだろう。暗黒流星拳の本当の恐ろしさを、黒石の恐怖を。黒石の恐怖？なんだそれは。暗黒流星拳を受けたところがうずく。体が熱い。燃えてしまいそうだ。ああ苦しい。点が次第に大きく広がっていく。